い、なめしゃワールド公式 YouTube チャンネル、ジミーシーです。本日はですね、クラフトスクエアさん、大阪狭山市の、お店の在庫車両の紹介になります。で、今回ご紹介する車はこちらです。フォードのエスケープ、イエローエスケープっていうですね、100台限定で販売されていた車両になります。マツダのトリビュートの姉妹車という形で、まあ、パーツの手配などは国産のパーツ供給のメーカーさんから何でも出るっていうお話でして、でこの間、まあ、バンパーちょっと傷んでたんでバンパー注文したところ、新品で出たというお話ですね。まあ、パーツの手配には困らない車両となります。イエローエスケープ、この限定車両の大きな違いとしましては、内装にブラックレザー、ちなみにこの、上の方にですね、サンルーフと、黒革シート、主にこの2点ですね、が、このイエローエスケープの魅力というか、アピールポイントとなっております。では、こちらの車両の方のですね、詳細、細かい部分まで、まあ、エンジン、内装、もろもろ、順を追って紹介していきたいと思いますので、最後までご視聴の方、よろしくお願いします。2001年式フォードエスケープ、イエローエスケープ、100台限定モデルになります。この後ですね、ちょっと、ヘッドライトがギュッと吊り目になった、2010年式あたりから2011年かな、後期モデルが発売されますが、こちらは、前期の割とキュートな、優しいお顔といいますかね、表情の優しいフェース周りになります。でですね、その名の通り、イエローエスケープ、こちらの塗装ですね。鮮やかなイエロー。僕結構、グアムとか、ハワイとか、割と南国好きなんですけども、そういったね、リゾート地なんかで、普通に街中で走ってそうなボディカラーですね。おしゃれですね。まあ、四駆っていうとちょっとワイルドなイメージを持たれがちですが、この車に関してはいい意味でカジュアルに、まあ、肩肘張らずに乗れる、いい塩梅の車かなと思います。で、エンブレムを見る限りこちらですね、V6、エンジンは V63000cc ですね。コンパクトな車に見えますが、まあ、乗り味は割と、豪快というかトルクフルというかですね、スポーティーではありますが、四駆らしい走りが楽しめるかなと思います。で、こちらですね、ホイール、純正ですね、純正ホイール、装着しているタイヤは 245-70 の R16。純正のカタログでですとですね、235のサイズ感で入ってたんで、ちょっとワンサイズ、大きめのサイズ感になります。でこちらリアビューでですね、サイズ感的にはですね、まあ、チェロキーとか、そういった車と、そんなに変わらないかなっていう感じですね。エクスプローラーよりは、コンパクトですね。ホンダの CR-V の、初期型、あの辺あたりと似たような、印象です。で、こちらですね。先ほどお話ししましたバンパー。こちらは、パーツを手配しまして、新しい新品のものに交換されております。でですね、ちょっと、こちらですね、少し、擦った跡が見受けられるんですが、へこんだりとかっていう感じではないんで、まあ僕の好きな、ラプターライナーっていう塗料がね、最近結構、四駆系とか、塗装されてる方多いと思うんですけども、まあ僕個人的にはこの辺、まあウレタン樹脂の部分ですね、ミラーとか、まあ上の、ルーフなんかも含めてですね、あとこちらですね、ラプターライナー塗装。
まあちょっとたまたま僕の車あるんですけども、まあこういった、ちょっとザラつき感のあるね、塗装にしても似合うのではないかなと思います。まあもちろんこれ必要たらば補修も、受けたまわりますということなので、ご要望があれば、クラフトスクエアさんの方へ、お話してみるといいかもしれません。はい、それでは、エンジンの方をちょっと開けてみたいと思います。ですね。エンジンはですね、フォード DOHC24 バルブ、V6 エンジンですね、クリーブラント製のエンジンと、聞いております。で、4速 AT、まあ、2001年モデルなんで、まあ、大体4速ですね、という形になります。で、こちらのエンジンですね、エンジンマウント、オイルパンガスケット、フロントカバーガスケット、クランクシャフトシール、それからバルブカバーガスケット、合わせてホース。まあ、あとは、エンジンとは関係ない話ですけども、パイロットエンド、ブレーキローター、パッドの交換も、済ませており、なお、エアコンコンプレッサーも、交換済みですね。リキッドタンオリーフももちろん、リキッドタンクですね。で、走行距離の方は、11万4千キロ。まあ、国産車で言うと、ちょっと走ってるかなっていうイメージかもしれませんが、フォード、まあですね、アメ車っていう観点から見ると、全然、まだまだこれから現役っていう形になります。それではですね、内装の方をちょっとご案内したいと思います。まずですね、こちらに見えてるですね、ブラックレザーインテリア。こちらが、100台限定でですね、まあ、イエローエスケープの、まあ、ハイグレードな装備になります。まあ、インパネ周りはですね、特に大きな変更点はないんですけども、こちら、ストラーダの、ナビですね、Bluetooth、まあ、フルセグの地デジ、DVD の、デッキですね、も、含められていて、で、まあ、割と、2011年モデルで言うとですね、まあ、その当時にしては最新ですから、これは後から多分変えられてるんですかね。割と最新の、ナビゲーションシステム、ついております。で、前後バックカメラもね、ついてますんで、まあ、万が一の事故の時なんかも安心かなと思います。であとですね、こちら、まあ、サンルーフですね。これがものすごくいいですよね。さっき冒頭でもお伝えした通り、まあ、南国リゾートなんかで似合う色なんじゃないかなっていうことだったんですけど、まあオープンエアですね。開きますね。こういう形ですね。これが最高ですよね。屋根が開く車ってやっぱりめちゃくちゃテンション上がりますね。まあこんなん言いながら僕実はまあ余談ですけども、僕昔ワゴニア乗ってた時にワゴニアにサンルーフがついてたんですよ。で、まあワゴニアのサンルーフついてる車はそんなに数はないと思うんですけども、あんまりエアコン効かなかったけど、これ開けてサイド窓開けて三角窓開けて走らしてると多少汗かいて暑いなと思っても全然耐えられるっていう開放感ですね。やっぱりサンルーフ付きの車っていいですね。なんか、あと心なしかこの幅もすごく広い感じがして、なんかこう、後部座席の人なんかもこのちょっとオープン感を感じられるような作りになっているところも、魅力かなと思います。まあ、これだけでも価値ありますね。はい。じゃあ閉めます。まあ、動きもスムーズですね。特に動作に不満はないです。普通に閉まります。で、こちら閉めてですね。こういう形になります。はい。
はい、後部座席になります。今これ結構前のシートをわーっと倒してもらってるんですけども、全然足にもゆとりありますし、背もたれもちょっとこう角度がいい塩梅でゆったり座れますね。いい感じですね。やっぱほんでこのブラックレザー、こちらの状態がすごくいいです。で、なんていうんですかね。まあ、ひび割れとかね、結構アメ車だとよくあると思うんですけども、この車のレザーはほぼないですね。めちゃめちゃ綺麗ですね。ここもよくペローンとタホとかね、僕弟がタホ乗ってたんですけど、この辺がすごいタルンタルンになってたりとかするんですけど、そういった、タルンタルンっていう感じもなくパリッとしてる感じですね。すごく状態いいです。こちら、イエローエスケープのですね、試乗をさせていただきたいと思います。コラムですね。コラムの表示はこちらです。PRNT 表示がされてますね。サイドブレーキですね。じゃあ出発します。アクセルレスポンスいいですね。やっぱ V6 3000 なんで、見た目でコンパクトカーに見えて結構トルクフルですね。サスペンションは4輪独立欠陥ですね。フレームは、モノコックと、ラダーフレームのユニフレームだったかな。アストロと同じフレームですね。しっかりしてます。すごく剛性がいいですね。で、先ほども、紹介しましたこちらサンルーフ、これを開けるだけで一気に南国気分ですね。ボディカラーがイエローなんで映えますね。あ、いいですね。エアコンもすごい効きますね。狭い駐車場とか駐車するときなんかもですね、そんなに難しくないですね。小回り聞くのはいいですね。でですね、リアですね、これリアの、ドアなんですけども、グラスっていうところがありまして、ここだけ開けると、まあこういう形で、ガラスハッチだけですね、ここのダンパーもしっかりしてます。まあちょっとした物の出し入れなんかだったら、このガラスハッチだけ開けてね、撮れるかなと思います。ちなみにこちら、バックカメラですね、ここについてます。で、ドア全部開けるときはこちらですね。
こういう形ですね。はい。まあ僕は178センチぐらいなんですけども、頭を打ちません。割といい感じですね、高さの方も。で、まあ、ラゲッジスペースもそこそこ広いですね。割とゴルフバッグも普通に詰めそうですし、まあ僕ゴルフしてないですけども、お子さんね、例えばベビーカーとか、そういったものも全然詰めますし、まあアウトドアに行って、まあテント、タープ、チェアですね。まああと机なんかも、全然置けるかなと思います。はい。それではですね、本日ご紹介させていただきました、イエローエスケープですね、2001年式、走行114000キロ、でですね、なんとこちら、新車ワンオーナー、ですね。ワンオーナーのお車になります。ちなみにメンテナンス整備の方はこちら、クラフトスクエアさんでずっとしてましたんで、特に何か心配なトラブルとかっていうのはございません。車両価格が48万円、50万円切りますね。ただまあ、車検が切れますので、車検整備2年つけて、まあ整備もしっかりした上で、総支払額は78万円を予定しているということです。78万円でも安いですね。限定100台っていう形で考えるとかなりレア物だと思いますし、まあ、黒川サンルーフのこちらのエスケープっていうこと自体が、ものすごく珍しい個体になると思いますんで、まあ、お探しの方はぜひ、お探しの方、そこまで、エスケープ自体がね、めちゃくちゃメジャーな車ではないんですけども、例えば F150 乗られてるお客さんとかですね、まあ、エコノラインとか、エクスプローラーもそうですね。まあ、フォード車に乗ってて、セカンドカー、奥さんに乗ってほしいとか、お子さんに乗ってほしいとか。まあ、あとは、サイズ感も割とコンパクトですし、ハンドルも右ハンドルなんで、アメ車にあまりこう、乗り慣れてない方でも、気兼ねなく運転できる車かなと思いますんで、おすすめです。ぜひ、こういった車を、まあ、きっかけにですね、アメ車の魅力を、感じていただければなと思います。それではですね、またタイミングを見てですね、クラフトスクエアさんにある、面白い在庫車両ですね、珍しい在庫車両、いろいろ、見つけては紹介していきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いします。